どうもこんにちは、ぷよぷよです。今日もバーサスアジャンバの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。単純なテトリス戦ですね。さあ、住民側です。開幕 TSD で、アジャマ側も開幕 TSD からのインペリに派生していったのに対して、アジャマ側が、普通に T スピンダブルですね。T スピンダブル打っていって、さらにこちら TSD。それが、魚 A と受けたが、かなり直通になったので、これは全然有利とは言えないですね。むしろ不利まであるから。いや、不利ではないかな、さすがに。こちらもいい感じに積み込んでいるので、まあ、五分っていった感じですかね。さあ、ホリレンのルートで、どこまで繋がるかちょっと測ってはいるが、エルミノマネの4連までしか繋がらず、それに対してブラックホールで、ブラックホールね、しっかり操作当てといて、テトリスデスワーからの、これ T スピン途中でなるんで強いですね。5連目の T スピンプラス、6連目のブラックホール。さあ、こちらちょっとテトリスにしたかったけど、いまいち3雷消しで妥協してしまったんで、ちょっとね、やっぱり火力不足になってる感はあるけども、まあ、しっかり掘っていって、テトリスボリー。まあ、これはいいですね。で、しっかり下穴開けて、もう一回テトリスボリー。さあ、戦況的には、五分ですね。こちらもドネイトして、T スピンダブルからテトリス、T スピンシングル。で、ルミノ置いて、ちょっと T スピン組みに行きたいところだが、いまいち組めなかったんで、先読みしましたね。今のはいい判断ですね。T スピンシングルから、T スピンダブルになる、先読みです。で、これホリレンのルートで、エルミノ、オーミノ、T ミノまで、で、相手が3ライン消ししているが、ちょっとそれを、戦況確認しつつ、ちょっとした総裁外しから T スピンダブルまとめ打ち、さあ相手テトリス打ってるが、危ないギリギリ、いいですね。まあ、今のはライン計算していたと思うんで、しっかり、受け切れる判断で、T スピンダブルからテトリスでしっかり刺しに行きましたね。致命判定、歩みの致命判定になりやすいんだけど、まあ、それもしっかり考慮した上での、総裁外し。まあ、これは良しですね。ああいう、ライン計算がしっかりできていないと、まあ、総裁を外してね、こちらが刺さってしまうということもありますので、しっかり、ライン計算するっていうのも重要なんですよね。さあ、これ中上げレーンチェックに行ったが、どこまで繋がる？ T ミノ、O ミノ、L ミノ、T ミノ、Z ミノ、J ミノ、J ミノまで、さあ、10連まで繋げれば、かなり相手を追い込むことができる。さあ、O ミノがちょっと超えなかったんで、アジャマが辛かったんで刺さりましたね。O ミノが、右側に超えられれば、まだワンチャンありそうだったけど、結構ね、壁が高いと、ああいう風に超えないんで、特に O ミノってその回転できないんで、超えない、一回超えないともう、ほぼね、永久に超えないんでね。まあ、余談ですけど、ぷよてと、ミックスかな？ミックスの、大美濃が、ぷよぷよとテトリスが切り替わる大美濃の形があるんだけど、それを回転させると一応、ぷよぷよのそのツモ自体は回転していたので、一応大美濃ね、カチャカチャやると回転してるんだな、ということが、わかりました。まあ、どうでもいいですね、はい。レーンチェックに対してこちらのレーンで、アイミノ、アイミノ、ティーミノ、ゼットミノ、エスミノまで、さあ、それに対して、アジャマが途中で止まっていたんで、だいぶ有利になった、さあ、テトリスボリー、それをしっかりとした総裁外しからの、ダブルダガー、初インパクトからエリジョン、エリジョンで、さらにテトリスで、間髪入れずに火力をどんどん送っておいて、しかし、アジャマが強い。9連、10連、11連まで耐えれるか？いやー、厳しいか。いや、ホリレンうまかったっすね。しっかり11連までのホリレンで、これは刺されに行きました。まあ、こちらもね、結構まあ火力重視送ってたんだけど、総裁振ってるべきだったかな。まあ、相手のホリレンがどこまで繋がるかっていうのはちょっと見切れてなかった感じです。見切れていたら、まあ総裁重視にすればワンチャン耐えれたかな、どうかなっていうぐらいだったんで。さあ、これ、DT4 からの DT4 を、これ自分が考案したテンプレの一つ。さあ、ダブルまで打っていくが、相手の直通が強いんで、これはあまり有利とは言えない。しっかり、ちょっと、相手の地形がいいんでね、これは総裁当てる構えだが、ちょっとテトリス間に合わないのが辛い。そこを間に合わないと厳しいぞ。エルミノまで掘っていくが、おっと、オミノのミスしてしまう。さあ、これは？厳しいですね。J 立てからエルミノ回転入れが一応できたけども、ちょっと相手の攻撃が早かったんで、間に合わずに刺さっていく。まあ、まとめ打ちでやっぱり一回分総裁当てられなかったのが辛かったですね。さらにそこに、まあ、追い打ちを自分からかけるかのように大美濃の置きミスをしてしまったんで、致命傷ですね。さあ、イリジョンとテトリスですは総裁当たる。これ先読みですね。T スピンダブル、テトリスからさらに先読みで T スピンダブル作っといて、
火力重視。これはまあちょっと穴場が来ているので、総裁を当てながら、慎重に立ち回っていきたいところだが、まあ相手もかなり穴場行ってるんでね。こういうとこもしっかり見るの重要ですね。で、ホリレンノルトで、エルミノ、ゼットミノ、アイミノ、オーミノ。で、まあティースピンをしっかりミニでバックトゥーバックをつけつつ、次のこのティースピンダブルが、5ライン分行くように。ああいう、その、細かいね、ティースピンミニ。結構ああいうのってハードドロップで、速度求めてやっちゃう人いるんだけど、意外とその BTB ついてるかついてないかっていうのは重要なんで、ああいうのも、冷静に T スピンミニを入れた方がいいですね。T スピンを、その後するなら。まあ、連を繋げてて、連が繋がる T ミノの後に繋がる連だったら別にその T スピンミニは全く意味ないんだけど、その後 T スピンにするんだったら、基本的にはバックトゥバックはつけた方がいいですね。結構ね、やりがちなのが、まあ、その、連が繋がるのに、意味ない T スピンミニをやっちゃったりするんだけど、まあ、それはあまり意味がないよ。てか、全く意味がないよね。まあ、そこら辺はね、区別、しっかりつけられるようにしましょう。結構ね、癖になるとね、T スピンミニやっちゃったり、まあ、次に T スピン打てるのに、バックトゥバックつけずにハードドロップさせちゃったり、まあ、速度を求める場面だったら別にハードドロップしてもいいんだけど、まあ、ああいう全然差し切れそうにない場面だったら基本的にはバックトゥバックつけた方が有効なんで、そこら辺の意識配分は重要ですね。で、もう一つ見ていきましょう。結構ね、癖になると割かし抜けないところはあるんだけどね。まあ、自分でも、たまにミスしてしまうので、連を繋げるところで、TP ミニ打っちゃったり、普通に、全然バックトゥバック継続させた方がいいのに、ハードドロップさせちゃったりね。たまーにまあ自分でもやっちゃうんで、まあそこら辺はちょっと難しいんですよね。多分慣れでいけると思います。ごく稀に自分でもやっちゃいます。さあ、DT4 で、相手が直通強いんで、まだ耐えられそうですね。さあ、T スピンダブル。しかし結構競り上がったぞ。結構競り上がったんで、一応有利な地形ではありそうだが、T スピンシングルからホリレンのルートを見に行った。さあ、Z ミノ、J ミノ、T ミノまでだと、いまいち。だが、穴バラ的には相手の方がだいぶいってるので、これは有利です。穴バラの関係上、かなり有利。さあ、ホリレンで、いいホリレン。大ミノ、Z ミノ、I ミノまでの、7連の2ライン消しなんで、ツインインパクト強いですね。さあ、そこに相手の地形が辛いのを見て、T スピンで追い打ちしてって、相手が Z ミノの置き水が辛くて刺さっていく。まあこれは置き水でなかったとしてもおそらくまあ押し切れていたでしょう。地形がかなり辛かったんでね、アジャマ側の。さあ今回は開幕 TSD で、アジャマ側も開幕 TSD からの、普通にバックトゥバック継続した TSD ですね。さあ今のところは全部総裁当たって戦況変わりないと言おうとしたところだが、ここでいきなりパフェが来る。さあ総裁外して、外されたのが直通で行ったんで、これはちょっと総裁に回んなきゃまずいですね。相手が直列行ってるかどうかっていうのも、しっかり見なきゃダメなんで。直列行ってるのに、むやみに総裁外すと、ガンガン不利になりますからね。しっかり、穴バラ行ってるか直列行ってるかっていうのは、見るのめちゃくちゃ重要です。さあ、これはホリレンのルートに切り替えたが、ちょっとあまり繋がらず、さあ、一回積んでから、テトリスに切り替えましたね。さあ、それに対して、アジャマ側が、中開けテトリスチックじゃない、中開けレンチックに、ティスピンダブルから、積み込み体制、どこまでしたから、アイミノ、エルミノ、アイミノまでか。9連の、2ライン消し、あ、ジェミノまで繋いだ。ジェミノまで繋いで、10連は強いですね。さあ、これ掘り切れるか？エルミノ、アイミノなんとか間に合うか？んー、ちょっと、総裁外されるのが嫌だったですけども、しっかり、やっぱり総裁外していきますね。さあ、強気な隅で、ビッグバンテトリス。から、なんとかこちら耐えていますね。しかし、結構、テトリス掘りしたかったけど、ちょっと、判断遅れたか。さあ、Tスピンにして、Tスピンダブルから、テトリス。なんとか耐えてはいるものの、現状は不利ですね。かなり穴バラも来ているんで、掘りづらくて厳しいところ。さあ、Z ミノ、O ミノ、J ミノ、S ミノ回転入れで、なんとか回転を駆使しつつ掘りに行きたいところだが、ちょっとやはり穴バラの対処が辛い。しかもこういう風にその総裁に回っていると、さらにどんどん穴バラが来やすくなってしまいますので。結構ね、掘りに行く側っていうのは難しいんですよね。さあ、アイミノ入れて、アイミノ突き刺して、2ライン消しから、T ミノが間に合わず。T ミノ間に合っても、まあ、てかかなり辛いですね、やっぱり。掘りに行ってる分、火力でやっぱり、火力負けしちゃうんで、どうしても、総裁に当たっちゃいますからね、自動的に。
そうなると、さらに、下穴がもう穴腹で生きて、みたいなね。そういう無限ループが、半無限ループが発生するんでね。やっぱりどこかで、しっかり火力で相殺しなきゃ、ダメな場面があるんですよね。さあ、これは穴がうまい。しっかり穴を利用していきたいところだな。相手の地形も非常にいいんで。と言おうとしたところが、アジャマがアイミノのギミス。さあ、これはホリレンに切り替えて、T スピンシングルから、アイミノ、いいホリのループですね。さあ、しかし、有利なのには変わりないかな。一回削って、T スピンシングルから、T スピンダブル、DS で、おっと、再びアイミノの救出してしまった。これはまあ致命傷ですね、さすがに。先ほども、ちょっと前にアイミノの救出してしまったのに対し、再びアイミノの救出してしまったんで、さすがに厳しいといったところですね。さあ、パフェチックだったが、ちょっとなかったんで、妥協して、相手が、Z ミノの救出。これを、間に合うか ?Z ミノ、で、なんとかアイミノマニオがしっかりとした素材外しで、いいですね。これはちゃんと見てるんで。ちゃんと見た上での素材外しが刺さっていった。これはね、まあ、真ん中に、Z ミノか。Z ミノの大きめさがまあ辛いと感じたんで、それを察知した上での素材外しが、きっちり決まって、その後もじりじり、追い詰めて刺しに行きましたね。基本的にまあ、相手が置きミスしたっていうのは結構、なんて言うんだろうね。業師はあんまりしてなくても、割かし視界に入ってきたりするんで。まあ、視界に入ってくるね、領域までたどり着ければ、あ、置きミスしたな、これはもう総裁外しで有利取れるな、みたいなのが、自動的にね、自動的にわかるようになるんで。そこまでまあ、そこまでの領域に達成にはかなりまあ、時間かかるかもしれないけども、だから、まあ、業師ね、できるに越したことはないんですね。結構自動的に見えるようになるんでね。結構やっぱり大きミスをすると、相手が一瞬止まるっていうのもあるんで。相手が止まったら、あ、大きミスしたんだな、みたいな、そういうのをね、察知できるようになりますよね。まあ、そこら辺を見ると、総裁外しだったりの、判断が良くなって、有利不利がね、一気に切り替わったりもするんでね。そこら辺の意識配分も重要となります。はい、じゃあこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。